皆さんこんにちは。今回もポケモンカード GB、やっていきますよ。前回は、怒涛の怪力を引きまくりからの、四天王にリベンジマッチをしだしたところまでですね。今回はその続きからやっていきたいと思います。前のチャレンジではなすすべなく金小路さんにやられてしまったので、今回こそ勝ってみせますよ。育て屋さんとスピアーがいるので、スピアーをすぐに作ることはできるんですが、エネルギーカードが1枚もないということで、手札が悪いと言わざるを得ません。このゲームは何をするにしても、エネルギーが重要ですからね。どうしましょうかね、この手札。相当事故ってるわ。悪くはないカードですが、今の状態では絶望的にいらないカードしか手元にありません。こういう事故のパターンもありうるんですね。むやみやたらにスピアーに進化させるのも良くないので、まだ進化はやめておきます。とにかくエネルギーカードを引いてこないと、話になりませんわ。ナイスデース。これ以上ないまさきの動きですね。エネルギー転送と草エネルギーとか、完璧な引きでしたわ。これでしばらくは、エネルギー不足を解消できそうですね。なんか、だいぶ悩んでますね。殴れるようにはなりましたが、殴る相手を吟味しているといったところでしょう。エネルギーがついていないメタモンなんか倒しても、あんまり旨味がないですからね。それよりは、前回苦渋を舐めさせられたフリーザーを、早急に狩るべきでしょう。一発目から毒を入れられたというのは、結構嬉しいですね。さっさとフリーザーを始末しておくに越したことはありません。これは完全に、フリーザーは捨てに来ましたね。こちらの理想的な展開になってきました。エネルギーがついていないポケモンが毒状態になると、そのポケモンは捨てる傾向にありますからね。例に漏れずそうなったといったところです。まあ、私が金小路さんの立場でも、フリーザーは捨てると思います。やたらパウワウを育成してますね。パウワウが好きなんでしょうか。よくわかりませんね。でもまあ、さすがにフリーザーよりヤバいということはないと思うので、どっしり構えていれば問題はないでしょう。スピアーで殴れるようになってしまえば、手札自体はそこまで悪くないですしね。せっかく育て屋さんでスピアーにすることはできるんですが、現状のエネルギーではスピアーにしても意味がないということで、通常通り国運に進化させてから、スピアーを出すようにしたいと思います。HP40 のビードルでずっと戦うのは、急にやられるリスクがあって怖いですからね。考えすぎやろ。何をそんなに考えることがあんねん。パウワウの角のところを国運模様にしたらオシャレやろか、とか考えてるんでしょうか。ひとまず大木戸を引いてこれたので、スピアーに進化させて、使ってしまいましょう。育て屋ばっかりこんなにあってもしょうがないですしね。よすよす。さすがに草エネルギーを引いてこれますわね。これで引いてこれなかったらどうしようかと思ってたわ。相当いい感じの手札になってくれたと思います。こういう感じになってくれば、もはや負けることはないでしょう。おっと、大木戸でカードを使いまくって気持ちよくなってたら、スピアーにエネルギーをつけるのを忘れてたわ。失礼失礼。相手のエネルギーを引っぺがすことにも成功していますし、安定す神かな？ここで綺麗に表を出してパウワーをワンパンしてくれたのは、だいぶ大きいです。これで相手の台所事情は、相当苦しくなったんじゃないでしょうか。もはや、エネルギーをつけることすらままならないか。これは勝ったも同然でしょう。というわけでラッキーに対して毒針を連打して、どんどん削っていきますか。相手が苦しい時に攻め切る、これこそがカードゲームにおいて重要なことなのです。油断して相手に猶予を与えてしまうと、一泡吹かせられることがありますからね。完璧すぎる。これもうまける要素ないだろ。しれっとラングラーで表を出していい感じにしていますし、ベンチにビードルを出すこともできていますし、盤石になったんじゃないでしょうか。意外とランブラーで、ほとんど裏を出してないような気がします。コインで表を出し続けることができれば、最強クラスのカードですからね。ポケモン回収でラッキーを回収されてしまいましたが、特段問題はないでしょう。手札がいい感じで、ベンチにもう一体スピアーを爆誕させられそうですしね。金小路さんよ、メタモンなんかにエネルギーをつけている場合か？ちょっと悠長すぎやせんかね。
急いでスピアーを倒しに来ないと、私の勝ちは揺るがないぞ。なんやこの効果。場に出しただけで相手を麻痺にできる可能性があるとか、ぐっそ強いやんけ。サンダーだけ色々言われますが、こいつはこいつで問題児な気がするわ。要はコインで裏が出ても、ポケモン回収とかで手札に戻せば、再チャレンジができるということでしょ。決まったら何もできず、一方的にやられるやつやんけ。まあ、何でも直しを手札に抱えているので、どうということはないんですけどもね。何でも直しがない状態で使われてたら、普通に楽天される可能性もあった気がします。うまいことメタモンを毒状態にできたので、ワンパンできました。うまくいくときは、本当に全てがうまくいきますね。これがカードゲームというものでしょう。やはり、デッキの残り枚数が相手よりも少ないときは、デッキがぶん回っている証拠と言ってもいいでしょう。デッキがぶん回ってくれると、本当に楽しいですね。ひとまず突風を使い、エネルギーカードがついたパワーを引っ張り出しますか。エネルギーがついているモンスターをひたすら攻めていけば、相手は勝手にガス欠を起こしてくれますしね。私の中での、勝利への近道戦法になってます。またかよ。デッキに1枚だけということではないんかい。勝手に1枚しかないもんだと思ってたわ。フリーザーを連続で出される展開は、正直避けたいですね。本当に手札がいい感じですね。大きどう2枚抱えていますが、もはや打つ必要すらないレベルの戦闘です。というか、大きどう使ってしまうと、デッキの残り枚数が気になって、逆に危ない気がしますね。本当に負ける要素ないわこれ。逆に、初挑戦の時なぜこれに負けたんだよ。一方的なワンサイドゲームで、こちらのサイドカードは残り1枚になりました。金小路も、大したことがなかったようだな。別に使っても使わなくてもどちらでも良かったんですが、フリーザーの方が最大 HP が低いということで、一応フリーザーを引っ張り出しておきました。正直毒針で殴るだけなので、大した差はなさそうですけどね。面倒なことをしてきやがる。潔く負けを認めたらどうだね、金小路よ。少しでも動画に長く映りたいからといって、無駄な時間稼ぎはよしたまえ。本当に、これ以上ないくらい盤石になってきましたね。ここから負ける方が難しいレベルです。あまりにも一方的すぎて、逆に申し訳ないですね。ひろこさんくらい、本気を出してきて欲しかったよ。できれば表を出して欲しかったですが、どうせ3発殴れば試合終了なので、どうということはないですね。ここから負けるとしたら、いい感じに削ったところでポケモン回収をするという時間稼ぎをされて、こちらのデッキがなくなって負けるということくらいでしょうか。勢い余って大きどう使ってしまいましたが、さすがにここから負けることはないでしょう。あ、やっべーわこれ。金小路、賢いわこれ。それをされるとだいぶ苦しいわ。大きどう使ったの、完全に失敗だったわ。ちょっと調子に乗りすぎました。コインも急に、表が出なくなってきてしまいました。やばいな、身から出たサビですが、相手に流れを渡してしまったかもしれん。もはや私は、手札からむやみにカードを使えない状態ですね。変にカードを使ってデッキ圧縮をしてしまうと、私が苦しくなってしまいますからね。いやー、本当に賢いわこれ。ちょっぴり金小路さんの AI のことを舐めていました。こちらのデッキ枚数が少ないと、こうも露骨に時間稼ぎをしてくるんですね。この AI を普段の戦闘で活かしてほしいよ。道中の AI がガバガバすぎて、適当にやっても勝てるやろ感が、正直私が、まずいまずい、それは本当で、出さないんかい。最後の最後で忖度があったような気がしますが、知らないふりをしておこう。今のポケモン回収は、マジで肝が冷えました。というわけで、自業自得が招いた結果ですが、ギリギリのところで金小路さんに勝つことができました。よかったよかった。誘導って、何でしたっけ？海流か何かを使ってくるんでしたっけ？ここまでの3人は正直、おぼろげながら多少記憶はあったりもしたんですが、誘導だけは本当に記憶に残ってないわ。
記憶に残ってないということはつまり、そういうことなんでしょう。初手にはビードル1枚だけしかモンスターがいないですが、まさきが手札にありますし、どうにかなるんじゃないでしょうか。そこまで悪い手札ではないと思います。これ若干序盤が苦しいかもしれんな。初手ガルーラは、なかなか強い動きだわ。すでに若干長期戦の様相を呈してるかもしれん。とにかくガルーラだけはさっさと始末してしまわないとヤバいことになりそうなので、毒を入れておきたいですね。手札はそこまで悪いわけではないと思いますが、さすがに何でも直し2枚は、いらないですね。その枠を国運とかにして欲しかった気がします。まあ、序盤はこんなもんだということで、割り切るべきでしょう。初手からまさきを2枚使えているので、文句を言うのも良くないですね。誘導さんは徹底的にガルーラにエネルギーをつけて子供のお使いを打ち、手札を整えていくという感じでしょうか。ベンチにコイキングとカラクラスが出ているということは、水タイプ系も使ってくるということですかね。まあ、炎タイプを出してこないなら、何を使ってきても構わんぞ。ひとまずビードルのまま、毒針で殴っておきますか。育て屋デスピアーに進化させるべきか、ポケモン交換おじさんデスピアーをデッキに戻し、ひとまず国運を出しておくかが、難しい場面ですね。正直国運にしておくのも、割とありだと思っています。ですがせっかくいきなりスピアーにできる場面ですし、それをやってみたいと思う気持ちもあります。無事草エネルギーを引いてこれたので、育て屋さんを打って、一気にスピアーに進化させてしまいましょう。今のターンで草エネルギーを持ってこれなかったら、スピアーを国運に変えようと思っていました。ちんたら戦うのは、負けに直結しますしね。スピアーさえ出せてしまえば、だいぶ戦いが安定すると思います。相当強いカードですからね。ふう、まずはガルーラを始末することができました。これで相手の手札補充の手段を一つ潰すことに成功しましたね。こういう積み重ねが、勝利へと繋がるのですよ。ラプラスは完全に壁として使うっぽい感じですね。だがそれは許されません。せっかく手札に突風があるということで、エネルギーをつけたコイキングを引っ張り出して、さっさと始末してしまいましょう。ギャラドスを作られると厄介ですからね。早いうちにその目を積んでおくのが正解だと思います。なんか、ヤバめな動きをしてきたな。やっぱり海流を使ってくる感じだと思うので、無色に小エネルギーをつけたミニ流を放置するのは、得策じゃないでしょう。さっさと始末するに越したことはないですね。ミニ流は HP が40と、ワンパン圏内なのはありがたいですね。やっつけてしまいましょう。無色に小エネルギーがついているモンスターは、漏れなく危険だと思った方がいいですわ。徹底的に相手の戦略を止めていけば、どうということはないでしょう。先ほどのターン、ビードルを場に出さず、交換おじさんで国運に変え、場のビードルを進化させるのもありだった気がしますが、まあ誤差でしょう。基本的に場のスピアーが、どうにかしてくれると思います。若干もったいない手札ではありましたが、エネルギーがない状態に我慢ならなかったので、大軌道を打ってしまいました。エネルギーがつけられないというのは、負け筋になりますからね。ふむ、エネルギー回収ですか。手札にエネルギーがないということなんでしょうか。エネルギー回収って、悪いカードではないと思うんですが、なかなか使いどころが難しいというか、基本エネルギーしか持ってこれないというのが、穴だと思っています。無色に小エネルギーは、持ってこれないんですよね。まあ、持ってこれたら強すぎると思うので、そこに不満はないんですけどもね。なんだかんだで、無色に小エネルギーを持ってこれなくても、手札にエネルギーが増えるというのは、こちらとしては嬉しくありません。勝手に相手が事故って負けるというパターンが、起こりづらくなるわけですからね。地味にアラドスを出されたのは厄介ですが、ちょうど手札に傷薬が2つあるということで、大きな問題はないですね。逆にエネルギーをたくさんつけているカードを倒せることにもつながるので、気にすることはないでしょう。ギャラドスはエネルギー3つで50ダメージを出せるという、なかなか強そうなカードですが、スピアーもそれに匹敵するほどの強さだと思います。コインで表を出せればララドスと同じ火力が出ますし、相手が居座れば居座るほど、ギャラドスよりもダメージが通るようになるわけですからね。やっぱりスピアーって中ポケなんやなって。
ギャラドスくん、涙目配送。ギャラドスって、草タイプが弱点なんですね。初めて知りました。本編だと草タイプは等倍で、電気タイプで4倍弱点なので、勝手に弱点は電気タイプだと思ってました。ふむ、スピアーに20ダメージも食らわせてくるとは、なかなかやりますね。こんて、何やってだこいつ。エネルギーを3つ引っぺがしてまで、ベンチに逃げ帰ることないやろ。人影からの20ダメージで、ギャラドスの攻撃でワンパン圏内になってやばいかもと思っていたんですが、何にもやばくなかったわ。なんだこの戦闘。モブトレーナーレベルで弱かったんですが、そら小さい頃に何も印象に残らんわ。私のこの後の人生においても、何も印象に残らないまま過ごすと思うわ。この人を四天王の最後に置いた意味がないやろ。完全に人数合わせで加わった人と言っても過言ではない。ボロクソ言って申し訳ないですが、本当に拍子抜けだったのです。初手のガルーラの時はヤバい相手かもとか思ったんですが、全然でしたね。最後の最後、お約束のライバルとの戦闘があるみたいですね。ここまでのランドさんは、プロもカードをくれる優しい人だという印象があったんですが、今回はさすがに本気を出してくるでしょう。気を引き締めて、挑んでいかなければ。そういえば四天王たちも、伝説のカードを受け継いでるんですかね。最初の3人は受け継いでいましたし、誘導さんもきっと受け継いでたんでしょうね。姿を拝むこともないまま一方的にやっつけてしまったので、私の中では伝説のカードを受け継いでない人という印象になっちゃってます。芝さんくらいの感じで誘導さんをいじっちゃってますね。失礼失礼。ひとまず手札にまさきと大木戸があるので、大きく事故るということはないでしょう。この2枚さえあれば、どうにかなりますからね。オケオケ。先行1ターン目で毒を入れる、序盤を一気に優勢に進められる動きができてますね。毒を入れるか入れないかで、だいぶ戦況が変わってきますからね。幸先のいい立ち上がりといったところでしょう。場の EV は捨てて、ベンチのポケモンを育成する感じですかね。まあ、先行1ターン目で毒を入れられちゃったら、捨てるしかないですわね。炎エネルギーがついているというのが若干の不安要素ですが、やばくなる前に始末してしまいたいところです。結局のところこのゲームは、相手がやばくなる前にやっつけるというのが、一番強い行動ですからね。あ、やっべえの出してきやがった。まあ、しゃあないしゃあない。これは甘んじて受けましょう。国運に進化させておいて、正解でしたね。場が整っていない序盤のサンダーほど、怖いものはありません。まだ大丈夫ではありますが、サンダーを出されて、若干苦しくなってしまいました。EV がブースターに進化するような展開だと、まずかったです。これはさすがに立て直さないと一気に劣勢になる危険性があるので、大木戸を打ってしまいましょう。使えるものは使ってから大木戸を打つ、鉄則ですね。この動きが強いんすわ。使う順番を悩んでいるみたいですね。まずはモンスターボールからですかね。今さらこういう説明をするのもあれですが、まさきのような、デッキの上からカードを引けるカードを打つ際は、先にモンスターボールで欲しいカードを持ってきてから使う方がいいと思います。先にまさきを打つと、モンスターボールで持ってきたかったカードを引いてきてしまって、モンスターボールが腐る可能性がありますからね。これが正しい順序なのか、私は最近のカードゲームをやっていないためわかりませんが、カードゲームが強い人はきっと、そういう順序をちゃんと考えてやっているんだと思います。ミニ竜も出してくるのか。ということはつまり、海竜もデッキに眠っているということですかね。つまりこれは、フリーザーサンダーファイヤー、そして海竜を一つのデッキにしているということなんじゃないでしょうか。絶対回らんってそれ。そんなデッキを回すなんて、不可能だろ。フリーザーサンダーファイヤーまでなら100歩譲って認めますが、そこに二進化の海竜まで入れるというのは、いくらなんでも無理があるわ。二進化ポケモンは基本的に、自己要因ですからね。もともと事故りやすそうなデッキにそんなのを入れたら、回るわけがありません。もはやランド君、エネルギーをつけることもままならないみたいですね。こうなってくると、スピアーに手も足も出ないと思います。
危ない危ない。エネルギーを1枚余計につけておいたので、問題はないですね。エネルギーリムーブを見越した、神采配ですわ。間違ってボタンを連打してエネルギーを余計につけてしまっただけだということには、誰も気づいてないでしょう。で、戦闘が終わっちゃったよ。なんだこれ。ラストバトルだというのに、非常に締まりが悪いですね。もう少しこう、燃え上がるバトルがしたかったよ。結局のところ、デッキがめちゃくちゃ事故ってたんでしょうね。空回らんわという感想しかないわ。コウメ太夫は帰ってくれ。時代を先取りしすぎやろ。伝説のカード、フリーザーサンダーファイヤーは、その名にふさわしいくらいの性能を持っていましたね。このファイヤー、地味になかなか強いと思います。殴りの性能は微妙な気はしますが、デッキ圧縮という面では、相当優秀なカードなんじゃないでしょうか。縁の下の力持ち的な感じです。このフリーザーも、相当厄介だと思います。出すだけで相手を麻痺にできる可能性があるとか、ぶっ壊れに片足突っ込んでいる気がします。現実世界で実装されたら、相当有能な部類なんじゃないでしょうか。このカードも、殴り性能は若干微妙かもしれないですね。弱くはないですが、使いこなすのがなかなか難しい気がします。サンダーは、言わずもが7性能ですね。前回お見せしたように、先行ワンキルを起こしてしまえる性能を持っています。ビッグサンダー、強すぎるやろこれ。デッキにサンダーを1枚しか入れていないデッキで使えば、毎ターン相手のポケモンのどれかに、70ダメージを与えられるってことでしょ？本当にヤバいわこのカード。海竜はこれ、どうなんだ？弱いという印象を持ってしまうんですが、確かに出されると結構厄介な性能をしているとは思いますが、デッキの事故率を上げてに進化させてこれでは、ちょっとがっかり感がある気がします。種ポケモンでこの性能なら、四天王最後の一人にふさわしいという印象になりますけどもね。ポケモンカードは、確かにだいぶ楽しみました。というわけで、エンディングですね。まずは最後までご視聴いただき、ありがとうございました。本当に私がただやりたいからやったシリーズですが、想像以上の方に見てもらえて、嬉しかったですね。やっぱり見ている方も、このゲーム懐かしいなぁ、昔よくやった、みたいな感じで見ていただけたんじゃないでしょうか。本当にこのゲームはやっていて、非常に楽しかったですね。そら小さい頃に、面白いゲームという印象を持ちますわ。ポケカ GB をやりたい熱を発散することもできましたし、大満足ですね。またポケカ GB をやりたい熱が出てきた時に、いずれ GB2 も遊んでみたいですね。そちらは遊んだこともないですし、プレミアがついていてなかなか手を出しづらいのが実情ですが、忘れた頃にやれたらいいですね。せっかくいい感じに終わってこんなことを言うのもあれですが、一応ゲームの総評をしておきますか。基本的には終始面白いゲームで楽しかったんですが、若干相手の AI のいい加減さが、目につきましたね。忖度と言われればその通りなんですが、もっとこうガチガチの、ひりついたバトルがしたかったです。そういう部分も含めて、任天堂スイッチとかで今こそ、ポケモンカードのゲームを出してほしいですね。AI も賢くなって使用できるカードもめちゃくちゃ増えている今なら、絶対に面白いゲームになると思います。作るのが大変でしょうけどもね。というわけで言いたいことも言いましたし、このシリーズは終わりにしますか。いずれまた、こういう夏ゲーシリーズも息抜きにやれたらいいですね。というわけで、締めますか。ちょいちょい音飛びみたいなのになっている部分があったかもしれないですが、レトロフリークで遊んでいる都合上、若干ノイズみたいなのがあったりする箇所があったので、そこを切っているからです。まあそれはいいや。というわけで最後までご視聴いただき、ありがとうございました。